はい、それではよろしいですか。はい、どうぞ。参りましょう。金曜フットリコ、フライデーナイトフットリコ。こんばんは、ふっとりこです。こんばんは。ふっとりこは毎週月曜22時、金曜22時30分、クラブのニュースやマリノスポ内で話題になったトピックスなど、マリノス周りのニュース出来事をモデレーター3名によるおしゃべりや解説でお届けしております。はい、はい、マリノスサポーターになったばかりの方からベテランマリサポの方まで、マリサポみんなで楽しめる番組を目指しております。はい、はい、番組放送の翌日以降にはアーカイブ配信も行っておりますので、もしよかったらそちらもお聞きください。はい、アーカイブを、はい、お聞きいただいている方は YouTube のチャンネル登録、いいね、ポッドキャストのフォローもぜひお願いします。お願いします。はい、それではモデレーターの挨拶をしたいと思います。皆さんこんばんは、なりです。よろしくお願いします。お願いします。はい、あきらくんお願いします。はい、風の吹くまま、木の吹くまま、ちょっぴりテンション高めでお届けします。サスレのサポーターあきらです。よろしくお願いします。はい、来ますからね。あ、なるほど。はい、はい、パンダさんお願いします。今日ワールドカップ試合じゃんってさっき気がついて、どうしようって慌てております。トリコパンダです。よろしくお願いしますよろしくお願いします。12時からね。そうですよね。と4時そうだよ ね。アルゼンチン4時なんですよ。そう困った、ね、俺もさっき気づいた寝不足注意。はい、はい、いつものお願いが3つあります。1つ目は感想やタレコミ情報などぜひツイッターでつぶやいてください。話しているトピックについての補足情報なども大歓迎です。はい、ハッシュタグはふっとりこ FOOTRICO でお願いします。お願いします。はい、2つ目はマリサポのお友達にふっとりこやってるよと教えてあげてください。アプリ社のシェアボタンを押すとこのルームのことをツイートできたり、お友達に教えてあげたりすることができますので、もしよかったらお願いします。はい、はい、最後にふっとりこのクラブのご紹介です。コミュニティのようなものです。クラブのメンバーになっていただくとふっとりこについての通知がいくようになりますので、ぜひお願いします。メンバーになるやり方はアプリ上部にある大文字でふっとりこ、緑のお文字のマークをタップしてください。はい、ここでジョインクラブというボタンが表示される方はまだメンバーになられていないので、ボタンを押してメンバーになっていただけると嬉しいです。ちなみに現在のメンバー数は535名です。おお、増えてる。はい、ありがとうございます。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 はい、はい、ということで今日は、ゲスト会でございまして、はい、時間がちょっと巻き気味でねはい、ありますので、はい、順番にいっちゃいましょうね。はい、はい、はい、それではトピック進めたいと思います。1つ目、所属選手の契約更新移籍情報。はい、順番にご紹介します。1つ目が、契約更新選手について、宮市亮選手。はい、来た。はい、宮市亮選手が2023年度の契約を更新しましたのでお知らせいたしますということで、はい、第1号です ね。今年の第1号です。うん、来ましたよ。はい、早速菊間にも映ってましたけど、はい、見たかったなもう完全にタレントなんですよね、喋り方が。いや、もうこなれてきちゃったよね、だんだん。そうなんですよまあ見てないけど、菊丸はねはい、もうね、だいぶ完成されておりますね。さすが。いい意味で選手らしからぬ感じというか、はい、テレビ慣れとかね、してるんで。いや、でもなんか過去マリノスにそういうタイプいなかったからさ、意外と、ね、ええー、ちょっと面白いですね、今後が。いいと思いますよ、あれ、うん、はい、ので2023年度も、はい、ぜひ楽しませていただきたいですね。はい、まずはね、復帰を目指して頑張っていただきたいなと思いますね。はい、うん、はい、それでは次いきますね。次が2人目がですね、はい、白坂風磨選手、期限付き移籍で復帰のお知らせ。来たわよ。はい、なさい。この度鹿児島ユナイテッド FC へ期限付き移籍しておりました、白坂風磨選手が横浜 F マリノスに復帰することが決定いたしましたので、コメントと合わせてお知らせいたします。はい、はい、白坂選手のコメントの一発目がね、やっと皆様の前に帰ってくることができました。いや、いい、なんかいい。そう、いいね。はい、遠く鹿児島の地にいながらも応援してくださったファンサポーターの皆様、ありがとうございました。僕の全ての力を横浜 F マリノスに注ぎ、連覇に貢献したいと思います。中学時代に育てていただいた F マリノスでプレーできる喜びと感謝を忘れず日々取り組んでいきます。
2年越しになりましたが、改めてトリコロールファミリーの皆様よろしくお願いします。シラと呼んでください。シラくん、シラ、シラ、シラくん、シラくん、はい、シラ、シラ坂風磨選手、戻ってきました、うん、はい、今26歳ですね。そうですね、はい、大卒、違うな、社会人だよね、そうだね、ホンダ FC だもんね、大卒社会人で、そうですね、2年目か、うん、はい、そうだね、はい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 、ということで、ゴールキーパーですね。そう、はい、今季はリーグ戦全試合フル出場らしいですね。プレー集みたいなのが公式で出てたんでちょっと見たんですけど、前半戦のものかな、とにかく止めるんですよね彼ね、うん、動きからするとこう例えば飯倉だったりとか、川口義勝系の動きをしてて、なるほどですね、マリノスっぽいじゃないですか。そうなんですよ、全身で飛びついていく人ですね。そう、そうなんです。これはちょっと期待したいですね、はいはい、かつ足元もっていう話もしてますね。そうそう、なんかね、知らないとほら今マリノスちょっと戻ってこられないっていうのはね、もうやずもがななんですけども、 そもそもホンダ FC でレギュラー張ってましたからね、うん、彼、うん、YT の1個下か。ええ。ほう、なるほど。早生まれだから、YT が。うん。年は一緒なんですけど、なるほどね、生まれの年はね、うん。学年で言うと1個下になるのかな。はあ。そうですね、茅ヶ崎ですね。隣ですな。で、東郷学園。ねえ。ホンダ。いやー、再会が楽しみですね。本当に。はい。はい、復帰のお知らせでした。はい。はい、で次最後ですね、壁山良之介選手サガン鳥栖へ完全移籍のお知らせ、はい、はい、この度山形、モンテディオ山形へ育成型期限付き移籍中の壁山良之介選手がサガン鳥栖へ完全移籍することが決定いたしましたので、コメントと合わせてお知らせいたします。はい、久保ちゃんコメント、高校生の時からたくさんの素晴らしいことを経験させてもらい感謝しかありません。横浜 F マリノスの選手として日産スタジアムで活躍することが一つの目標でした。その目標を達成できず悔しさが残りますが、この悔しさを糧に成長します。2年間という短い期間でしたが、たくさんの応援をいただきありがとうございました、うん、というコメントでした。そう、河合さんのところで育っちゃうんだろうな。いや、そんな気しますよ。育っちゃうだろう。うん、なんかね、はい、今シーズンの、その、まあ、夏までですか、うん、いてこう、うん、なんかね、こう葛藤してる様を見せていたというか、うんうんうん、あそこでこうやっぱり、うん、いろいろ感じたものはあったんじゃないですかね、うんうんうん、それが、まあ、山形の、まあ、ローンだったり、うん、これからのトスだったりで、まあ、どうなっていくんだろうなっていうのは個人的に気になるところで、なんかこうね、独特なリズムでプレーしてたじゃないですか、それがこう彼の持ち味でもあり、まあ、何でもありって感じで、いや、手がつけられないアタッカーになったら怖いなというのは思ってますけど、でもまあなってほしいですけどね。まあ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 、そうですね、多分ね、本人もね、そのやっぱり持ってる武器があるだけに、その経験さえ積めばっていうふうに思ってたところもあるのかなとちょっと思ったりしますし、まあ、鳥栖で育ってくださいよ。自信はね、人一倍ですからね、彼ね、うん、うん、はい、ちょっとね、2年ですかね、はい、お別れになっちゃうのは寂しいですが、はい、ご活躍を期待しております。はいはい、はい、はい、それでは次いきます。次から小ネタです。小ネタもちょっとだけ触れますね、今日お話した方がいいやつから、うん、1つ目がですね、優勝シャーレトロフィー展示日程再追加出た。はい、パンダさん待望のやれとやれとね、待望というか指示を出していた。ぜひツアーをすべきと言いましたけれども、はい、まあ、十分に期間をね、はい、使っていただいて、そうです、はい、だいぶ増えてましたね。はい、ご紹介したいと思います。だいぶ、うん、はい、ですね、直近から順番にいくと12月14日水曜日、10時から16時までは広北公会堂、広北区役所のところですね、うん、はい、で、シャーレトロフィー展示されるそうです、うん、はい、で、その週の週末17日18日土日が10時から17時までトリコロールワンスタジアムショップで、行きたかった、はい、トリワンや、はい、はい、で、次がですね、その次の木曜金曜ですね、12月22日12月23日が12時もしくは10時から、17時15分まで、これすごいですね、横浜市役所なんですね。そう、市役所ね、横須賀
あ、ごめんなさい、横須賀市役所、そうです、うん、横須賀市役所なんですね。横須賀市横須賀市めちゃ協力的ガンガン来ますよ。いや素晴らしい。でもう一個あるんですもんね、横須賀ね。そうですね、はい、で、あ、そうですね、で、土曜日か、これはお帰りになるのかな10月24日、9時から12時までは、横須賀リーフスタジアムで、はい、展示されるそうです。これどういう展示になるんだろうね。うん、確かに、うん、屋外、これ聞いてさ、小雨中止ってことは、まあ外っていうことは示唆されてますよね。ね、そうそうそう、うん、だからみんな入、なんかどっか入るとかなのかな。特設どこだろうね。いや、ちょっと楽しみですね。小雨中止っていうのがね、ちょっと気になるところですけどね。まあ、なんかイベントとかやるわけではないの、この日ってそもそも。いや、かな、何もないの。クリスマスイブですね。土曜日でしたっけね。はい、土曜日です。なんかあんのかな、午前中で引き上げるって、うん、そうなんですよね。あの、これこの日はね、そう、9時から12時なので、はい、地元じゃないと相当きついと思うね。そうそうそう、そ う, そ う, そう、うん、そうなんですけどね。トミー無理だわ、はい、トミーは無理かもね。ちょっと厳しいわね、はい、どっか映るんちゃう、なんかね、しかしあるね、とかね、うん、なんかあるのかしら。はいはい、ということですので、はい、ご興味あります方、ぜひお近くのシャーレトロフィー展示会に、あなたの街にトロフィーが来るといいね。はい、次行きます。ですね、次はですね、どうしようかな、福袋出ますような話だけちょっとしましょうか。はいはいはい、はい、12月10日土曜日10時からトリコロワンショップオンライン、トリコロ、すみません、なんて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 、トリコロワンオンラインショップにて、2023年横浜 F マリノス福袋を発売いたしますということで、もう皆さん見られましたかね。はい、価格が24,000円、トルコールワンオンラインショップでの販売になりますと、うん、で販売日時が、会員種別で、変わってきていて、はい、まず年チケ会員が明日10時、うん、トルメンレギュラー会員が明日の13時、うん、で一般発売が17時と、はい、同日で時間分けかなんですね。チケットと一緒だね。いつぞやの、いつぞやの、いつぞやの、いつぞやね、あったよね、なんか1日で分けた日あったよね、なんか最後の方あった、あったよね、ありました、なんかあったよね、そんなの。年チケユーザーで分けてましたね、あの時確か年チケとレギュラー会かな、最終戦とかかな、いや、なんか あれじゃないですか、あの岩田が急遽追加になったからじゃないですか。そうそうそう、その時その時発売日かぶりするからって言って時間刻みにしたんじゃなかったっけ。そう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 です、30分刻みでしたね、こ、うん、れみたいっていう、そのふっとりこりすなぐらいしか気づかないであろう刻み方気づかない。これもしかしてですけど、もしかしてですけど、はい、あの、うん、来年のトリメンの分け方のテストだったりしますかね。販売時間ってこと、ね、そう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 、いやこれあれですね、焦らせますね。ねえでも、はい、うん、福袋ってもともと分かれてなかったっけ。分かれてはいたんじゃないか、うんうん、早物勝ちだから、ね、ね、うん、数量がやっぱり限られてるから、ユニフォーム的に、まあ、今年セカンドだったけどね、うん、本当にそうですね、うん、はい、セカンドということで、まあ、物はちょっとあの皆さんで見てください。はい、ちょっと今日はこれだけにしておきます。はい、はい、次がですね、スポンサー様からパートナー様から2つキャンペーンがあるので、うん、はい、1つがつくいさんオフィシャルカレンダープレゼントした、はい、2023横浜 F マリノスオフィシャルカレンダー A2 サイズ壁掛け型を抽選で40名にプレゼントのツイッターキャンペーンをやってます、うん、これオフィシャルカレンダーっていうか、だからつくいさんが作ったオフィシャルカレンダーだよね、だと思います、うん、そうそうそう、ということですね。じゃあつくいさんピックアップ選手なのかな。あー、メンツ、はい、うん、まあ、例えばテル君はちゃんといないですし、はいはいはい、確かにちゃんと反映されてるみたいですね、今時点の状況で、はい、貴重なものは貴重だと思いますので、ぜひぜひ、はい、キャンペーン参加してみてください。応募締め切りは12月12日月曜の16時59分までです。はい、うん、もう一つこれ面白いですね、リミックス電機、リミマルアクリルキーホルダー集めて応募、あやつか、これちょっと僕ちゃんと理解してないんですけど、今シーズン、スカワヤソーキャンペーンで当てた、リミマルですね、新
たった人はリミマルのアクリルキーホルダーが送られてきているはずですと。はいはいはい。でそのアクリルキーホルダーを持っている人だけが、参加できるキャンペーンですと。ほう、すごいですね。はい、ですね、これ多分応募フォームに、回答するんですけど、これはですね、12月12日月曜の23時59分まで、でそこで、はいはいはい、そのリミマル持ってるよ写真を確か一緒に送れというふうに確かに。面白いですね。これ 数は関係あるのかな、関係ないのかな、なんか二口になるとか。なんかなさそうですよね。なんか詳細がさ、うん、なんかあんまり確かに、うん、こうパッと書いてないけども、うんまあ、予想キャンペーンやってた人だったら、そうですね、まあ、手元にはあって分かるのかもしれないけどね、うんうん、あ、1アカウントに限り1回のご応募になります。複数回ご応募は無効にいたしますので、はい、1人1回ですね。はい、リニューアルは何匹いても1回と、うん、まあ、はい、たくさん持ってるんだったら流通しておいた方がいいかもしれないですね。集まったよって、そうそうそう、アピール大事かもしれない。ね、うん、はい、はい、これね、限られた人だからちょっと面白いですね。はい、リニューアル持ってる方ぜひご応募ください。はい、はい、次いきます。次はですね、2022年横浜重大ニュース投票受付中、出た、はい、これは横浜市役所ですね、はい、うん、横浜市役所と横浜市ですね、はい、すいません、横浜市内で起こった出来事や市政ニュースなどの中から市民の皆様の投票により2022年の横浜重大ニュースを決定し、年末に結果を発表します。はい、で、抽選で600名様に選べる3つのコースから横浜ゆかりの商品をプレゼントします。この1年を振り返りながらぜひ投票してくださいということで、うん、まあ、その横浜市側が選んだ、ニュースのリストがあるので、そこにどれが一番大きなニュースだったかというのを投票してくださいというやつなんですけど、投票できる方は横浜市在住の方だそうです。お呼び出なかった、よろしくお願いします皆さん。はい、そうか、3人中2人は全然横浜市在住じゃないですよ。横浜市じゃないんですよ。じゃあ俺が背負ってやりますよ。どうしよう3人分の力で大事ですよこれ。お願いします、はいはい、投票方法は印象に残ったニュースを広報ニュースの中から、33個あるんですね。その中から10個選べと、はい、で、候補になかったら自由記入してもいいですよってことですね。で、うん、候補ニュースは11月7日時点で作成していますということで、はい、入ってる入ってる入ってるね、入ってるんですよ。それで、応募はですね、インターネットの投票サイトもしくは専用ハガキでの、投票もできるそうです。まあ、横浜市ですからね、はい、市役所市民情報センターなど各なんていうの出張所というか出先で、はい、配ってるみたいですね、はい、でこれの受付終了日がですね12月13日火曜日の0時まで、来週、はい、12日の夜までですね、ええ、はい、ですので皆さんこれ、まあ、そこのチームのやつも入ってたりするわけですよ、うん、まあ、そうか、はい、はいね、とかあの人が、あ、違うか、あの人が受かったのマリノスちゃんのプレゼントはないですね。そう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 、あ、そうね、もらえるやつもねないんですね。まあ、ニュースに、まあ、最後に滑り込んだんだろうねこのニュース。そう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 、うん、はい、まあ、そうやってね市民の皆さんに分かって知ってもらうことも大事ですので、いや本当に、ね、はい、皆様の力を結集して、投票してほしいと思います。ぜひ、これ結構な人数当たるよ、いろんなもの、うん、うん、結構当たるけど、横浜市民の人これ結構当たるから応募しといた方がいいんちゃうっていうぐらい当たるよ。そうですね、うん、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、皆さん、ね、投票してください。はい、本日トピックここまでで以上になります。はい、さて、すでにお話、そうですね、告知もさせていただいておりました通り、ここから、ゲストを招きまして、はい、マリノススターグル大解剖スペシャル、イエーイということで、スペシャルゲスト CDA さんに来ていただきました。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは、はじめまして、CDA です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや
確認なんですけれども、はい、CDA さんでお呼びして大丈夫ですか？はいはい、はい、今日はそれでお願いします。かしこまりました、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、もう CDA さんのゲストにも来ているっていうね、ちょっとなんかびっくりしますね。はい、ゆうゆう来ちゃったよ。大好きですかね、ふっとりこスタグ。はい、もうふっとりこリスナーの方も、まあ、かなりのヘビーユーザーが多いわけですよ、スタグルに関しては。いや、嬉しいですね、本当に。うん、はいはいはい、ということでですね、まあ、ふっとりこを送っていく中で、まあ、CDA さんに対しての質問みたいな疑問みたいなこととかも伺ったりもしてましたし、先日のスタグル投票ですね、はい、選手権の中でも、うん、あの自由記述等でお話伺ってましたので、そこら辺まとめていろいろお聞きしたいかなと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、ということで最初の質問というか話が、なぜそもそもここに CDA さんがいるんだという話ですね。はい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 、ふっとりこと CDA が、なんでどこでこう結びついたのですかというか、ゲスト出演になることになった経緯についてもうちょっと CDA さんにお話しいただければかなと思うんですけど、よろしいですかね。はい、そうですね、最初に、まあ、ツイッター上で、マリノススタグル総選挙っていうのをやってるのを見てですね、知らないところで面白いことやってるなと思ってすごく注目してですねちょっと見させていただいたんですが、で、その結果なんかも見させていただいて、まあ、せっかくこんな、企画をやっていただいてるんでですね、各1位、2位、3位のようなところにはですね、うちで、今回の、受賞のですねペナントみたいなものを作って、それを開幕戦から飾ってもらおうじゃないかというところでですね、ちょっと直接 DM でご連絡させていただいたところ、こういう運びになりました。はい、なるほどですね。そんなものがついちゃうんですね。怖い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 。具体的にはコルコさんと、ベリちゃんか。ベリちゃんですね。はい、そうですね。はい、あらあら、いやちょっと嬉しいですけど、ちょっと皆さんの一票がここにつながるわけですね。重大になってきたな。ね、やばいな。ちゃんと構成がないといかんな。はい、ありがとうございます。ということで、はい、まあ、ちょっとそのお話をされる中で、もしよかったらゲスト出演お願いできませんかというお話をさせていただいて、はい、今日に至っております。ありがとうございます。はい、はい、ではちょっと引き続きお話をお伺いしたいかなと思いますが、まず最初がですね、そうですね、この流れでマリノススタグル選手権2022を、まあ、やってみたんですけど、もし結果ご存じであれば、なんか感想というか率直に思うことがありましたら。そうですね、まあ、まあ、ある意味、まあ、順当かなと思う部分と同時にやっぱりまだまだ知られてないあそこは あるんだなっていうようなところ。それですよね、やっぱそれですよね、うん、そうなんですね、やっぱり比較的目立ちやすいところと、まだそこまで知られてない名店みたいなところがいくつかあるので、まあその辺これからさらに、知っていただきたいっていう思いと、あとやっぱり今の上の順位のところを脅かすですね、また新しいところをたくさん呼んでこないといけないなっていうところで、はい、見させていただいてました。はい、すごい、もう現状維持じゃないんですね。いや、CDA さんに現状維持という言葉は基本ないっていうのは普段のツイートから見ても明らかなので。そうですね、そうですね、はい、すごい。はい、じゃあ次いきますね。次はですね、まあ、今年2020年ですね、キッチンカーの方を、展開していただいている中で、はい、振り返って、まあ、良かったこととか大変だったこととか、それぞれもしよかったら教えていただきたいと思います。はい、まあ、やっぱりちょっとコロナに相変わらず振り回された、1年だったかなっていうところはあるんですが、ちょっと実は年間で振り返ってみると、今シーズンですね、135台のキッチンカーに、出ていただいているようです。これコロナ前の2019年が85台だったので、そっか、そうなんですよ。かなり大幅に、まあ、バリエーションは半端じゃないことになってるなっていうところはありますね。はい、それ結構そのキッチンカー展開されるその業者の方は結構そんだけバリエーションを持たれるのが普通なんですかね。
いや、多分ここだけじゃないですかね。マイノスタグルだけだと思う、ね、そもそも、はい、この CDA さんが持ってる現場で、はい、こんなに出すところって、はい、頻繁にあるものなんですか。ここだけですね。他はもう全くないですね。さすがにそうですよね、はい、なかなかこんな規模でキッチンカー来るイベントないですもんね。そうですね。フードフェス的なものもうちはやってますけど、まあ、はい、やっぱり30台ぐらいが、まあ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 、通常なので。フードフェス超えですよ。圧倒的に超えてますね。本当に超えなんですね。そう考えるとやばいですね、本当に。いや、そうですね。とんでもないですよ。なんでうち的には20代30代の現場がものすごい楽に感じるんですよ。いやそうですよね。 CDA さん側も運営されてる人数はそう大きく変わるわけではないはずなんで、確かに重い現場ですねこれ。すごい鍛えられてます。はい、あ、いや、はい、面白いです。でも、はい、その中でもいろいろ傘の、お貸しするサービスがあったり、はい、いや本当に、アメニティとかですかね、はい、本当にいただいて、すごいなんていうんですかね、やっぱこれだけ大きい範囲になったり、そう規模感がでかくなってもそういうところを結構気を使えられてるんだなっていうシーンが結構あるんですけど、はい、そうですね。むしろまあそこはもっともっと広げていきたいなっていうところで、まあ、今年最後の方にホスピタリティボックスっていうのをちょっと作らせていただいて、はい、まあ、あれはデフォルトにしながら、まあ、さらに、まあ、あそこに居やすい空間を作りたいなっていうところが一番なので、まあ、それはまださらにいろいろ発展させていこうと思ってます。はい。なるほど。はい。ちょっともうじゃあ順番にいっちゃいましょうかね。はい、ですね、次からはですね、ちょっと一回一問一答みたいにしていきましょうかね。はい、いいですね。いくつかマイノススタグルにおけるマリサポの修正とか、はい、行動とかっていうのがあると思うんですけど、はい、まあ、それぞれその元から分かってたというか、その狙い通りだったり、そうするだと思ってたか、それとも意外だったかみたいなお話を聞いてみたいかなと思うんですけど、はいはいはい、まず最初じゃあ全部いくので、はい、はいかいいえだけで教えてください、ね、はい、はい、まず一つ目、朝から何も食べずに朝食からというサポーターの出現は狙い通りですか。あ、はい、おー、なるほど、はい、次いきます。スタグルを見て回る、空気感を楽しむというサポーターの出現は狙い通りですか。はい、こちら、はい、はい、次ですね、持ち帰りをするサポーターの出現は狙い通りですか。はい、これも、はい、おー、そうなんですね、はい、まずはウィークエンドみたいな常連的なサポーターが出てくるというのも狙い通りですか。はい、これも、はい、おー、はい、次はですね、1試合で何店舗行きますかのアンケートに対して、フットボールだとですね、2店舗行くのが 41% 3店舗行くのが 18% それ以上は 11% なんですけど、はい、これも狙い通りですか。まあ、いいえですかね、これは。はい、はい、で最後ですね、新しい出店者への気遣いをするというサポーターがいて、新しい出店者が盛り上がってなかったらわざわざ食べに行くという、そういう行動をするんですけど、それも狙い通りですか。これはいいえですね。おはい、ありがとうございます。ありがとうございます。面白いですねこれ、はい、じゃあちょっと順番に、はい、順番に、はい、まず朝食からですね、これはもう狙いだったんですね、はい、そうですね、これはもう2019年にもともとスタートするときに、朝昼晩まで、網羅しようということはチームが決めていたので、そうなんだ、はい、それはもう、ここに来てやっと少しずつ文化になってきたかなっていう感じがしますね。ありがてえ。そうか、それもあれですね、やっぱりそのキッチンカーのバリエーションがあるからできることだったりする感じ。そうですね、はい、そう思います。なるほどね、はい、はい、次がですね、スタグルを見て回る、その空気感を楽しんでいるという方も結構いますよって話ですけど、はい、はい、これは、ちょっと、言い方としては見て回る空気感というか迷わせるっていうところは、確かに、狙ってやってますね、うんうんうん、はい、自分たちもレイアウトを作るときに、うん、ここの並びあったらこれどれ選ぶか迷うよねっていうのはもううちのスタッフでもみんなで言いながら作ってますので、はい、なるほど、はい、はい、ありがとうございます。次がですね、持ち帰りをするサポーターの出現ですね、はい、はい、これも狙い通りだと。これに関しては、狙い通りなんですけど、まだちょっと、道半ばかなと思っていて、ここは多分来年以降ですね、さらに充実していくかなと思います、ね、はい、これはなんか元々その、まあ、サポーター、他
他のクラブのサポーターですけど、はい、あのタッパー持って行って持ち帰るみたいな、まあ、ものがあったりして、はい、あの僕ら的には結構そういうの想像してできてたんですけど、はい、結構そういうことしてもらえるだろうなと思ってたってことですかね。そうですね、まあ、その可能性はあると思ってたんですけど、むしろもっとキッチンカー側から能動的に、あ、そうですね、うん、まあ、お土産というかですね、うん、まあ、その日の、さらに夜もマイナスを感じながらですね、過ごすというですね、いう部分は、多分これからさらに各店舗さんいろいろ考えてくれてるので、あの、いろんなメニューが出てくると思いますね。すごい力すぎ、囲い込まれてますね着々と実際にね、あの、持ち帰りで言うと、まあ、モフズさんとか、そうですね、はい、モフズさんとか、あとパン系のか、ね、キッチンカーは結構いろいろやってますよね、はい、はじめ、はい、あとあれですよね、晩酌にのために持って帰るっていう人とか、うん、そうだから最近そのために、あの、試合後メニューとかを結構入れ替えていただいてるキッチンカーがすごく多くて、お酒に合いそうなメニューをハーフタイムから出したりとか、あの辺もなんかその切り替えができるのすごいなと思って、うん、なかなかそのスタジアム出店のお店でその時間帯に合わせて出すメニュー変えるとかって普通ないじゃないですか、ありえないからないですね、はい、うん、それすぐだからデザートこの時間行くとあそこのキッチンカーさんも出してるよみたいなそういうなんか口コミみたいなのがだんだん来年また増えていくんだろうなっていう感じはしてますね。はい、うん、あとはあの持ち帰りはその本人がその余韻のために持ち帰るんじゃなくて、そのお留守番している家族のために、そ、ね、特にその、はい、マリサポじゃないあのご家族の方に、ご家族、ね、あのお詫びじゃないけど手土産の寿司じゃないんだから、ね、そう包み入れてまたやるみたいなね、スイーツもいけますから、ね、はい、あの差し込むのがあるっていうのも結構面白いですね、とかね、帰ってからご飯作るの大変とかっていうご家族もあるからね、はい、で次があの常連化ですね、はいはい、これも狙い通りってことですね。そうですね、まあ、狙い通りというか多分これはこうなってしまうかなって思っていたんですよね。やっぱり、ね、毎日やってるわけじゃないので、うん、まあ、気に入ったものがあると毎試合行きたくなってしまう気持ちはやっぱり、うん、実際そういう方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思っていて、まあ、むしろそこをどうばらけさせるかが、うん、仕事かなと思うんですよね、はい、一番最初におっしゃってたことはそういうことですよね、はい、そうですね、場にもあるよっていう話です、はい、そうですね、ちゃったよな、わ、ね、かる、はい、まあ、やっぱね、なんかあのルーチンですよね、ルーチンで過ごしたいところもやっぱあったりするから、うん、そうですね、はい、でもスタグルってそういう側面必ずあるんですよね、うん、どこあの横浜に限ったことではなくて、よそのやっぱクラブだと、まあ、スタグルじゃなくても近隣のこのお店必ず寄ってからスタジアム行くよみたいな人って必ずいるから、そういうなんかこうつながりというかは絶対生まれるもんだなと思ってますね。それがなんかあれですよね、全部もう3店舗全部塊まで行かなくても、うん、なんか最初だけは決まってるけどみたいなバラけでもいいですよね、うんうんうん、とかね、うん、はい、で次がですね、あ、1試合で、あ、ここから家ですね、うんはい、1試合で何店舗行きますかのアンケートの2店舗 41%、 3店舗 18%、 それ以上 11%、 いや、もうその結果がまずさ、ちょっと恐ろしいな1店舗が少なすぎんだよね確かにはい、お願いします。そうですね、これに関しては、まあ、おそらく今はまだこの行列が長いので、うん、多分それがもしもっとなかったらどうなってるんだろうなっていうのは、うん、2020年とかの5000人とか1万人の試合の時っておそらくもっと皆さん回ってたんだろうなっていうのがあって、うん、買い放題だった時間帯はありました、確かに、ですよね、なので、まあ、うち的にはやっぱりもっともっとご飯があってスイーツがあってカフェがあってってですね、3店舗以上は待ってほしいなと思ってますけどね、はい、なるほど、はい、その状況だからずっと並びっぱかもしれないけど3店舗とかそれ以上並んでる人がいるっていう状況なんです。でもそれをしたい人はだからやっぱ出足が早いんですよね。そうですね、うん、朝一で来てくれるはい、ありがとうございます、はい、最後ですね、あの新しい出店者への気遣いを気遣いをするというサポーターの出現、これ具体的にはお二人、まあ、あのコメントで大事なんですけど、はい、新しいお店は初めてで様子が分からなくて不安そうなので応援の気持ちも兼ねてなるべく買って店主に声かけてみるようにしていますっていう方と、
また出店したいと思ってもらえるようになんとなく行列が短い、店員さんが手持ち無沙汰になっているお店を見かけたらそこのお店が買うというお話もあったりするんですけど、一石二鳥じゃないですかそれ。これはまあちょっと想定は一切してなかったですね。あのめちゃくちゃ優しいなと思いながらいつもあの見てますけど、なんかサポーターっぽいですね。そうですね、っぽい。これで僕らのこと嫌いにならないで。そう、マリサポっぽいですよね、そこがまたね。うん、確かに。やっぱ新店舗さんで苦労される方、苦労されるキッチンカーも、まあ、やっぱいらっしゃいますよね。そうですね、まあやっぱり新店舗で特にあの新しいエリアとかに入れると、うん、やはり少し集客的に厳しいところは、うんうん、あるっていうのは実際なんですけど、まあ、ただあのおっしゃる通り本当に、そういうところめがけてきてくれるサポーターの方たくさんいらっしゃるので、うん、あのだいたい初出店の方また出たいってみんな言って帰ってくれるので、ありがたい、はい、サポすごい。本当そこはすごいと思いますね。こんな現場はないですね。初出店したキッチンカーの方の感想とか、まあ、たまにこう SNS とかで直接おっしゃってくださるところもありますけど、なんか逆にあのめちゃめちゃ大変だったんじゃないかなって気になるんですよね、結構。はいはいはい、あの集中しますしね、時間帯も。確かに、うん、そうですね、やっぱり、まあ、あと、まあ、まあ正直業界的にはかなり競争の激しい場所なので、はいはい、あの台数多くても出たい方はもっとたくさんいるので、やはりみんなある程度結果を残さないとっていう、結構そういう部分もありなあるので、ただ本当に皆さんやっぱり協力的にあのいろんなことを、うん、あの協力していただいているので、うちとしては本当にやりやすいですし、サポーターの方が優しいので、あの皆さん本当にまた出たい、また出たいっていうの、どうやったら出れるんだっていうですね、連絡をものすごくいただく感じですね。はい、なるほど。はい、一旦ここまであの事前というか、あの前回 の、ね、はい、あの選手権の時にいただいたお話で、はい、進めさせていただきましたけど、モデレーターの皆さんはここまででいかがです、はい、そうですね、まあ、でも多分このハッシュタグで今回結構、事前にこう募集をしているので、ちょっとそこら辺からぜひ拾って CDA さんにお聞きできたらいいんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとその時間ちょっと多く取りたいので、そうですね、最後に多めに取った方がいいと思います、はい、そっち最後にして、はい、じゃあ次はその CDA さんの方からあの例えばサポーターに聞いてみたいこととか、サポーターにあのお話ししてみたいこととか、そうですね、お願いしたいんですけれども、そうですね、まあ今うちの一番の悩みが、毎回あの一切その力隠さず全力でメンバー選んでるんで、はい、結局どんどんやっぱり少しずつ固まりつつあるところがあるんですよね。あ、本当に業界のトップのメンバー集めては来ているので、うん、でもやっぱりどっか新しい血は入れたいなっていう気はしながら、そこが今すごく難しいなと思いながらやって出るところがあるんですけど、まあ、今、まあ、レギュラー的に出てる方っていうのはなんとなく皆さんはあの分かってらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、そこと別にですね、まあ、どういうメニューの、方たちに来てほしいかとかですね、はい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 、その辺はぜひ無茶ぶりも含めて聞いてみたいですね。なるほど、はいはい、私も個人的に思っていること言っていいですか。はい、魚。あ、やっぱそうですよね。なんか、まあ、例えばですけど、まあ、J で言うと、エスパルスかな、清水が結構日本平っていうこともあって、うん、そのやっぱ海鮮系の焼き物の店とかすごい多くて、で最近 CD さんでもいらっしゃるじゃないですか、焼き物出してらっしゃるとか、ね、はい、だからあれ系結構楽しいなってこの間買わせていただいた時に思って、やっぱそうキッチンカーっぽいイベントっぽい串物っていうのもあって、うん、ですぐ出てくのめちゃくちゃ早いし、はいはいはい、なんかそれもなんか結構いいなっていうのは思いました、うん、最終節近辺で。なるほど、それで言うと、うん、あの実はハッシュタグの方でもいくつかいただいてまして、はい、あの横浜らしい料理、うん、例えばあの、ま、その名産とかでもいいと思うんですけど、ま、そういうのを使った料理だったりとか、はい、あるいは地産地消の野菜とか、うん、食材とかを使ったスタグルがあったらいいなというお声をいただいておりまして、うん、なるほど。あとは逆に、そういうのがあったときにどこに連絡すればいいですかみたいなご質問もいただいてますので、あこういうのが欲しいっていう、あ、そういうことです、はい、全然もううちのツイッターの DM に流していただきたい。直接よく来てますんで実際そうですよね、はい、どんどんそれはもう
お気軽に言っていただければと思うので。CD さん結構な頻度でマリノススタグルのハッシュタグご覧になってますよね。見てますね常にチェックはしてますね、はいはい、ということですので皆さんぜひ、はい、ツイッターの方に直接、はい、ぜひお願いします。ご意見お待ちしてますということですね。はい、はいはい、いかがですかね。 CD さんいかがですか。他にいやむしろ自分はやっぱりいろいろ聞いてみたいですね、やっぱサポーターの方々に、はい、はい、じゃあ今回の、ハッシュタグでいただいている、そして QA 紹介してもらいましょうか。はい、お願いしますか。はい、はい、あのですね、たくさんあのいろいろなジャンルに広がっておりまして、はいはい、あの運営周りの話だったりとか、 あと設置、うんうんうん、設営周りの話だったり、あ、結構多かったですねみたいなのが結構多くてですね、あのお話できる部分で構いませんので、はい、あのざっくりとあのかいつまんであの紹介させていただきたいと思います、はい、まず、最初が、まあ、配置周りなんですけれども、はい、エリアですね、あの地上階のエリアへの引き込み、多分これあの駐車場エリアだと思うんですけど、はい、ここにあの引き込んだりとか周知に関して何かこうアイディアが今考えてらっしゃるものがあれば教えてくださいというのが一つです、ね、はい、これに関しては、本当にずっとチームと今も話をしているんですが、はい、やっぱりまだ全然、人が少ないなっていうのは、肌感で感じていて、はい、一応ですね、まあ来シーズンなんかには、そこをちょっとメインにしたいろんなイベントをやろうと思っています。まあまあ、まだはっきりとは決まってないですけど、ざっくりもうあそこでですねスイーツフェスをやったり、はい、いいですね。ではあの場所すら知らない人たくさんいらっしゃると思うので、まずはそういうところでですね、引っ張りたいと思ってますね、はい、でもちろんあの、案内板とかその辺に関しては今チームがあの考えていただいているので、うんうんうん、あのこちらもリクエストしながらですねちょっとチームと一緒に進めていきたいと思ってます。はい、楽しみ、期待でございますね、はい、スイーツいいな、はい、はい、続きまして、まあ、他のエリアなんですね、出店のエリアなんですけど、はい、あの一時期やってらっしゃったあの新横浜公園エリア、多分これあの小机フィールドのあたり、はい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 、あの広場のとこですね、はい、とかあとリング通路ですね、はい、あと東ゲートの橋、多分このスロープ登ってるところの、うん、はい、あそこのエリアなんですけど、はい、あそこってやっぱ難しいんでしょうか。これはどこまでお話ししていいのか分かんないですけど言える範囲で大丈夫です、まあ、多分一応今チームは、日産スタジアム側とずっと話をしていただいて、実は2019年に比べて、どんどんそこを、日産スタジアム側が許容してくれてるんですね。でその理由がマリノスのスタグラグが盛り上がってるからっていうところで今どんどん広げていただいてる形なんですよね。なるほど、正直サポーターが引いた後とかに、あの新浜公園に来てる一般の家族の連れの方とかが買ってるの見かけてるので、周知が進んだら多分試合中も回るようになるんじゃないかなっていうのはすごく感じてて、いや本当そうですね、そうなってほしいですよね。でもむしろスタグルだけでもこう一つこう人を呼ぶようなイベントになってるような感じがしますからね、うんうんうん、そうですね。なので、まあ、今本当にチームはずっとそこを広げるためにですねずっと交渉を重ねてくれていて、現状は今の東トリコロランドと西と西地上階の3カ所が、はい、まあ、いつも許されているところであって、それ以外は全てイレギュラー的に使わせていただいているというような考え方だと思っておいていただければと思います。ただこれも盛り上がれば盛り上がるほど多分広がっていくっていうのがあるので、あのご協力をお願いしたいと思います。やりがいしかないですね、はい、もう盛り上げていくしかない、壁がいいしかないじゃないですか、はい、はい、そういうことでございますね、はい、続いてなんですけれども、これはあの、まあ、要望にちょっと近いですね、はい、まあ、リング通路のところに一時期こうテーブルを置いてらっしゃったかと思うんですが、これは、はい、雨の日がメインだったかなと思うんですけれども、はい、これを例えばこう常設にしたりすることってできないかなというようなご意見をいただいて、これはもう実はシンプルで、はい、机と椅子の数が今限られてしまってる、確かに、はいはいはい、ですよね。で、あるものは全部置いてるんですよ、ね、確かに、はい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 、で実は昨日ね、ツイッターでまあ、見た方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、チームの運営の矢野さんとですねちょっとお話をさせていただいて、はいはい、まあ、そこちょっと物品協賛も含めてうちで用意するから、
っていうことはちょっとお話ししたので、まあその辺は多分今後、椅子とか机に関しては増やしていくのはまあ間違いないと思いますので、いやー、はい、助かる、はい、そこはちょっと、皆様ぜひ使っていただきたいなと思いますね、はい、素晴らしいですね。あの大階段のところの、あの階段で、ね、座って食べる方もいて、まあ、その辺とかの緩和にもなるんじゃないかなってことで、うん、確かにね、動線の意味でもね、はいはい、ありがとうございます。続いてなんですが、これは配置についての話ですね。あの配置をする時の、あの振り分け方のこう基準というかルールみたいなのがあるのかなというお話ですね。さっきのお話にもつながりますかね、はい、そうですね、まあまずトリコロールランドと、西については、はい、やっぱりトリコロールランドどうしても人が混むので、うんうん、やはりある程度回せるキッチンカーを置かざるを得ないっていうところがあるんですよね、はい、なので、西にグルメエリアという形で作らせていただいたんですが、まあ、なのである程度オペレーションのスピードによって東と西分けてるところは実際にあります、はい、で、まあ、あとはまあ、あえてレギュラー陣は同じとこに置くことで、まあ、いつもあそこにいるっていう方が、まあそうですね、覚えていただきやすいかなっていう狙いもあって、ああいう配置にしてるというところですね今は、はい、なるほど。やっぱりこうコンセプトがあるというか、とあとまあ流れを意識してということですかね。そうですね、はい、はい、なるほど、ありがとうございます。あとはですね、後半にわたってるのでちょっとまとめるのが難しいんですけれども、はい、例えばあのですね、出店の店舗について先ほどあの、まあ、いくつかあったんですけども、その中に一つ、はい、あの駄菓子屋 CDA さんの話なんですが、あそこですね、はいはい、はい、これ来年もあの出ますかと、あのお子さんが楽しみにして、はい、してらっしゃる方がいて、うんうん、ですね、結構そのお声いただくんで、まあ、基本的にはやれる試合は全部やるつもりなので、お、はい、赤字でしかないですけどもうある意味一種のサービスとしてちょっとやらせていただければと思ってます、はいはい、なるほどなるほど、はい、あそこでこうあのお子さんに子供あのお金を持たせてこう自分で選んで買うっていうその、まあ、練習をさせてるようなお子さんの、そうですね、そうですね、はい、はい、そういう場ですね。今街に駄菓子屋さんがないからね。そうね、そうね、確かに。そうか、面白い。意外と大事な場かもしれないですね、あれね。うん、そうですね。マネコさんがなんかやってもいいや。はい。はい。続いてはそうです。まあ具体的にメニューとかの話になってくるんですが、うんうんうん、あのマリノススタグルの客単価、一、はい、人当たりどれくらい、気になる確かにそれ。まあ、食べてるかのところなんですけど、これがあの、まあ、2019年から変化をしてますか。いや、もう圧倒的に高くなってますよね。もう多分一人の方が買う量、食べる量がもうあの頃とはもう全く違うと思うので、はいはいはい、まあ、ちょっと今回この出演する前にちょっと2019年をちょっとあの振り返ってみたんですけど、昔の資料を見てたんですけど、はい、最初ねあのうちが入った時に、開幕戦で日産の23台から始めた。いや、そんなだったんですね。覚えてますね。23台がめちゃめちゃ少なく見えちゃう。そうなんです。もともと日産スタジアム基準がまあそれ以下だったんでね。そうです。それでも多分多かったんだと思います。その時に西に出てた数って2台だったんですよ。ああ、大階段しただけだ。そうです。東21台、西2台からスタートして、まあ、今西の方が多くなってるしまった、うん、そうですね。状態なので。まあ、で実際、それでもまあ実際足りてないっていうのももちろん分かってるので、本当にたくさんの方に利用していただいているのも感じますし、一人一人の単価が上がってるのもまず間違いないと思いますし、まあ、あとはまあやっぱりその行列をどう減らしていくかっていう部分だけちょっと常に悩みながらですね、やってますね、はい、確か以前多分ツイッターかなんかで CDA さん確かあの5000人上限の時でも出てる食数がみたいな話多分されてたと思うんですけど、あ、そうですね、5000人の時に7000食出してた、はい、あれはちょっとびっくりしましたね。5食いってるんちゃうかみたいな、ってるこれめちゃくちゃ面白い。いや、その5000人って結構凝縮されたマリサポっていうところもあって、まあね、まあね、やっぱそのヘビーユーザーがやっぱ割合的に多かったのはあると思うんですけど、はい、そうですね、それすごい結果だったなっていうのは結構あれ衝撃だったんですよね。いや、あれは自分もびっくりして、チームもびっくりしてましたね。こんなことあんのかっていう。まあ、そういう環境に、まあ、今あるわけですけども、あの、はい、やっぱこの待機列の話が
まあ、先ほども、ね、何回か出てきましたけども、うんうんうん、まあ、そこに関してあの、まあ、例えば提供のメニューだったりこう食数みたいなところで、はい、あの CDA さんの方から助言とか指示みたいなものはあるんでしょうか。 それともあのキッチンカーの方にこうお任せをしている状態なんでしょうか。という質問ですね。助言も指示もないですね、基本的には。ただ、まあ、2019年から出ていただいている方全員が言ってるんですけど、はい、全員がマイノススタグルに鍛えられたって言ってますね。あ、やっぱりオペレーションが圧倒的に全員上がってますね。いや、それに関しては本当あのいつも多分同じところに並ばれてる方とかは結構実感してる点だと思うんですけど、明らかにあの回転数上がってるなっていうのはやっぱり思います。それも、はい、ですよね。パンタさん先日ね、うん、言ってたよね。いや、そうなんですよ。ディニーズさんもそうだし、まあ、コルポさんもそうなんですよね。やっぱりやっぱコルポさんみたいなメニュー出してるから時間かかるのはまあ当たり前だろうっていうのは思ってやっぱ並んでるんですけど、それでもやっぱり新規の出店者さんとかと比べると全然やっぱ早いんですよ。そうですね。そのレギュラーメンバーにもなってきてるところは、はいはい、やっぱそれってやっぱそのこの時間の限られたこの2時間とかの時間にあれだけの食数出すってなると相当な努力をされているんだろうなっていうのはすごく感じるんですよね。そうですね。やっぱりもうマイノスのマイノスタグに出るからにはっていうところで、うんうん、あのみんな本当にいろいろ工夫してくれてるので、はい、それで早くなっていってるっていう感じが、まあ、特別にあの泣いた夢牧場さんとかちょっと特殊なあのスピードで出してくれるところもありますけど、とんでもないです、ね、本当に、はい、そうですね。まあ、でも本当にみんな早くなってきてるんで、まあ、そこはスピードとしては早くなると思うんですが、同じぐらい利用者が増えてるので、うん、あのまあ、ちょっと数字的にかなり厳しいの、あの行列をなくすのはなかなか厳しいなと思いますね。フェスとかだとやっぱりこう1台のブースに対して1台というか1店舗に対している人数も多分大幅に違うので、うん、そうですね、やっぱそれを想像しちゃうとやっぱりちょっと並ぶかなって感じるかもしれないとは思うんですよね、はい、とはいえ、まあ、そのね、キッチンカーさんの方に人数増やしてくれっていうふうにも言えないですし、やっぱり そうですね、うん、そこ難しいからこそやっぱもう台数でカバーするしかないのかなっていうのはなんとなく思ってますね。おっしゃるとですね、まあ、常時100台はやっぱやりたいですよね自分はずっとやりたいと思うんですけどね。本当にでも100台出すってなったら多分日本最大規模になりますよね、本当の意味で。そうですね、はい、そう思いますね。結構高ないですよ、うん、僕とかが結構気にしちゃうのはその100台出して僕らは楽になるけど、あの各キッチンカーさんの売り上げ減ったりしないかなとか思ったりするんで、それってどう考えられてますかね。今、まあ、もともと23台から始まって、はい、最終節54台ぐらい出したんですけど、はい、過去最高なんですよね、売り上げが、はい、売り上げ平均がですね、売り上げ平均が過去最高なんですよ、ね、だから、はい、そこはあの、まあ、もちろんいきなり100は無理ですけどこれが60、70になっても正直売り上げはほとんど変わらないと思います。なるほど、はい。いや、さっきおっしゃってた要は回転数が上がれば並んでなければ何店舗も買う人がさらに増えるっていう考え方でいくと、まあ、そうなるはずだってことですよね。はい、そう思いますね。あともう一個追加で聞いていいですか。はい、その新規店舗さん、新キッチンカーさんには、はい、そのマイノススタグ出店する前に何かあのお伝えしたりすることあったりするんですかね。いや、特にうちからは言わないですけど、はい、もう知ってるので。あ、はい、知られてる。あのキッチンカーの業界ではもうまあまあ有名なので、あそこに出たいからうちに入るっていう方もめちゃくちゃいるので。ああ、そうなんですね。はい、なのでもうみんなマイノスタグに来るときはみんな気合い入れてですねあの来てるっていうのが現状ですね。はい、今の話からですね、うん、ちょっとまあ広がっていくところだと思うんですけど、うんうん、はい、あのまあこんな感じであの我々マリノスサポーターだったり、まあ、マリノスのクラブもそうだと思うんですけど、はい、あの CDA さん通じてあのかなりの恩恵をいただいているなと思う反面、はい、こちらからこうお返しはちゃんとできているのかなっていう気になる声も、うん、あのいただいてまして、はいはい、あのこのマリノススタグルをやるようになってから、はい、CDA さん的にこうあの、まあ、メリットがあったといったらあれなんですけれども、そういうこう、はい、例えみたいなのがあればお聞きしたいです。で、もう正直マイナススタグルがまあ盛り上がれば盛り上がるほど、実はですねこれ私もあんまり最初は知らなかったんですけど、あのマリノスの、スタグルの現場をですねたくさんの会社の方が実は見に来ている、聞く聞く。でそれがチームを通じて CDA を紹介してくれっていう話がですね実はものすごい数あって、面白い。まあ、直近で言うとあの NEC さん
なんかはあのマイノス来て感動したって言ってですね、はい、で NEC のレッドロケッツとグリーンロケッツっていうチームをうちがやることになったんですけど、あのそういう話はあの数十件あります、正直。おーすごい。はい、なのであのそういうスポーツチームだけじゃなくてですね、いろんなイベント関係者たちも見に来て、こういう風にしてほしいっていうようなあのオファーをたくさんいただいているので、あの十分恩恵はうちも受けておりますので、はい、よかった。ちゃんとお返しできてます。安心した。そうですね、なんでまあ見本市みたいな形になってる感じです、ね、いや今や、はい、確かに。時間もなかなかあれなので、はい、まあ、この辺をちょっと最後に一旦、あの、まあ、他にもたくさんあるので、あの、はい、ハッシュタグの方をご覧いただけたらと思うんですが、はい、これをちょっと聞いてみたいなと思います。あの、まあ、そのキッチンカーの選定といいますか、はい、あのお声かけをするときですね、はい、あの普段覆面調査でやられているという話も、はいはいうね、はい、あの以前あのお話あのどこかでお話されたと思うんですが、はい、まあ、その時のあのポイント、注目するポイントだったり、はい、あるいはこうあのキッチンカーだけなのか、それともあの店舗の方々にもあのお声かけはしているのかみたいなところを最後にお聞かせいただけたらと思います。はい、そうですね、もちろん、味が美味しいということは当たり前なんですけど、実は同じぐらい大事にしているのが、そこの店主さんのですね、まあ、人間性というとちょっと偉そうになってしまうのであれなんですけど、人柄ですね。人柄、あの多分皆さんだいぶ分かってると思うんですけど、人柄いい方多いと思うんですよね。だからサポーターの方とすごいコミュニケーション取ってる方多いと思うので、まあ、そこに関しては実はすごく大事にしていて、結構殺伐とする現場があるんですね、仲が悪いと。はい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 。まあ、そういうのがないように、まあ、人柄だったり、まあ、あとは、もちろん味だったりっていうところですね、まあ、そこはやっぱりメインに見てますね、一番は。はい、まあ、人と人とのこう触れ合いですもんね、特に多いのは。そうですね。で、まあ、無茶なお願いもしなきゃいけない時もあるので、うちも、うん、まあ、でもその時も誰一人として嫌な顔をする方はいらっしゃらないですし、みんな本当マイノスのためにいろんなメニューを考えたり、ベリーズさんみたいにもうどんどんトリコロールになっていったりですね。いや、そうなんですよ。すごいよね。いや、あれすごい。そうですね。びっくりしたダイヤモンドがさ。いや、そうそう。気づいたらトリコロールのモチーフめっちゃついてるみたいな。そうですね。あと、ゆめこちゃんもね、あの、トリコロール。あれ絶対怒られてるはずなんですよ。牧場ですよね。そうなんですよ。牧場が絶対怒られてるはずなんですけど、うん、もうマイノス愛が行き過ぎてね、やってくれるんで。毎回、あの、ゆめ牧場さんの立て看板めっちゃ楽しみにしてますからね。そうですね、そうですね、はい、まあ、そういう愛に マリノス愛にあふれた方が本当多いですね。出ていただいてる方は、出店していただいてる方もすごいマリノス好きになってもらえるのは、そうそうそう、まあ、サポーターとしても、ね、あの、はい、嬉しいことなので、はい、なんかそういう関係性ができたらいいと思うし、またそのキッチンカーさん同士の横のつながりも結構あるなってすごい感じるんですよね。そうそうそう、おっしゃる通りですね、はい、みんな仲良しですね、うん、はい、ああ、やっぱりそうなんだ。試合中とかになんかやってる感じなんですね。そうですね、みんなあの食べ物交換したりとかですね、あのみんな やり合ってますね、はい、いいの。なるほどなるほど。ちょっと短い商店街みたいな空気。そう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 、商店街感すごい出ますよね、最近ね。そうですね、そうですね、はい、はい、あと、あ、すいません、ついでに流れでまた身近な人が言ってたんですけど、はい、あのキッチンカーの方とちょっとおしゃべりしたいんですけど、でもしゃべりかけていいのかわからないって。ああ、全然しゃべりかけていただいた方が邪魔にならないんですかっていう。そうですね、はいはい、みんな全然喜ぶと思うので。そうなんですね、はい、はい、ありがとうございます。試合1時間前みたいな殺伐としている時間帯じゃなければ多分大丈夫です。その辺はもう、うん、無心で作ってると思うので。はい、ありがとうございます、はい、まあ、あの質問は他にもあるんですが、ちょっとお時間がね、そろそろ行こうかなと思いますので、はい、ここら辺りで、はい、で、まあ、皆さん、あの聞いていらっしゃる皆さんも、まあ、何かこう質問とか、あるいはこういうのどうでしょうかみたいなご提案とかがありましたら、ぜひあの CDA さんの方に、まあ、頃合いを見て、はい、あ、どうぞ、はい、ぜひぜひ。で、今日のこのハッシュタグ教えてマリノススタグルでもいただいてますし、まあ、リアルタイムでハッシュタグふっとりこの方でもたくさん今実際その CDA さんの話聞きながら、ツイートしてくださってる方たくさんいらっしゃるので、もしあのお時間ありましたらぜひこちらの方もご覧いただければと思いますので、はい、はい、では、はい、じゃあ最後に、はい、CDA さんの方から、まあ、来期以降に考えてることとか仕掛けとか、まあ、あの
なんていうんですかね、展望的なことですね、はい、最後お話しいただければと思います。そうですね、まあ、まだちょっと具体的な話はできないことも多いんですけど、はい、ただまあコロナが少し落ち着いてきたらですね、まあ、ちょっと面白いことをたくさん考えてますし、前にもお話したかもしれないですけど、マリノスタグルのスピンオフの、イベントなんかもやりたいなと思っているので、これも今チームといろいろ話はしてますので、まあ楽しみにしていただければなと思います。はい、CD さん直近でマリノス関係の告知等ありましたらよかったらぜひ。あ、本当ですか、はい、ですね、明日ですね、はい、ジャパンオールスターが2022年、ね、リアルタイム来た、はい、アジスタでありますので、まあ半分以上マイナススタグのメンバー来ますんで、お時間ある方はぜひ来ていただければと思います。スタジアムの方でぜひ、はい、お運びください。はい、はい、ではここまでにしたいと思います。はい、CD さん、はい、いらっしゃっていただきありがとうございました。お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。以上、マリノススタグル大解剖スペシャルでした。ありがとうございました。じゃあこのまま、はい、お願いします。ミックスゾーン出てこいや。はい、ゾーン出てこいや。このコーナーはリスナーの方にスピーカーに上がっていただき、モデレーターやリスナーに聞きたいこと、告知したいこと、マイノス関連、パートナースポンサー様関連のタレコミをお話しいただけるコーナーです。我こそはという方はアプリ下の手のボタンをタップしてお気軽にお知らせください。お待ちしてます。はい、ちょっと一回手挙げていただけてたので、一回ちょっとすいません、一回お寄せさせてもらって、はい、もし話あればもう一度すいません手挙げていただければと思います。はい、はい、他の方もお寄せます。いや、これやりながらどん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 新しいのが来てたんで、ちょっと、ね、話聞いて、ね、出ちゃうよね、早速、あ、こういうのもいいかもとかっていうの結構たくさん来てますね。アイディア系もね、うん、ありますもんね。いや、やっぱこういう場大事ですね。我々がこうだろうなって想像して、こう普段見聞きしてることも、やっぱ実際にされてる方がおっしゃると、あ、やっぱそうなんだ、なんか直接伺える機会があるってすごい。そうそう、うん、こんなんなかなかないですからね。ないですよ、本当に。めちゃくちゃありがたい、ね、本当にありがとうございます。よって僕がいつも皆さんに言われるやつですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、いかがでしょうか皆様。結構せっかくだったら、あのね、直接お話ししたい方、CD さんまだ、どうしてもって、はい、あればね、あの訴えたい方が、訴えたいことがある方、手挙げていただいても大丈夫だと思いますね。ハッシュタグふっとりこにもたくさん来てます、ね、今日ね、めちゃくちゃツイートいただいてますね。ねえ、うん、和食が食べたいとか、地ビールが飲みたいとか、あ、クラフトビール結構出ます ね、 ね、まあ、確かにそこね、これはもう十何年のマリノスの穴でもあるんですよ。ここに関しては、はい、種類に関してはね、まああれですよね、あの夏場のあのテイスターのビアガーデンは、ね、そう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 、ね、いろいろな理由もあるんで、種類に関してはクリアするところいろいろあるんだとは思うんですけど、はいはいはい、でもそこ待ち望んでる人やっぱ多いですね、うん、コロナ禍でちょっとこう種類に関してはやりづらいところもありつつも、まあね、でもやっぱりスタジアムにはやっぱビール欲しいっていうのはよくわかるから、うんうん、はい、そこらへんね、こんばんは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 、はい、推しの遺跡でショックを受けていました。あ、そうなのね、はい、あの、アキラさん、先日は、あの、ありがとうございました。あ、こちらこそ。はい。はい。はい、お願いします。まあ、はい、僕ができたということは、ユニフォームの話を。そうですね。はい、したいと思いますけど、はい、もうちょっと、あの、フォロワーさんのツイートでですね、あの、気になるものがありまして、あの、来シーズンのユニフォームの、あの、継続の契約についての、なんか、そういう書類が届いてたみたいなんですけど、はい、あの、他のクラブ、見ましたね。あ、そうです。あの件ですね。はい、言ってください。来シーズン、どうやら、選手が登録する背番号の制限が緩和される。そう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 、見た見た。今までは、Jリーグの規定によって、上限が50でいったんです。
決められてたんですね、うん、そうですね。それ以降の番号は要はその選手がそれ以上になった場合に51、52、53と追加されていく形でなければいけませんという規定だったんですが、それが緩和されて2桁以内であれば自由につけていいという規約になるそうです、うん、なので、うん、いきなり99番とかそこまでつけていいですよっていうルールになるみたいです、うん、なのであの例えばウーゴビエールが来た時に、はい、実は77番つけたかったんですよね、言ってましたね、言ってたんですよ、うん、なのでちょっとそのあたりちょっとずつ選手のオリジナリティが出てくるんじゃないかなとちょっと我ながら期待しています。はい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 、まあ、あのそこでちょっと疑問に思ったのがあのオリジナルナンバープレイヤーの、いや確かにそうそうそう、あのあれ50番50番以内で、はい、契約されてる方いるんですよね、うんうん、どうされるのかなっていうのは、いやただこれ J の契約としてはそう緩和されたけど、クラブがそれつけるかどうかはクラブ判断ですもんね、うんうん、まあ、正直もちろんだから、うん、あの両立選手もこの番号つけてるし、もともと契約した方も同じ番号つけていいですよとか、うん、もしかすると選手が後から来る可能性もありますよね、その番号に、うんうん、そうなんですよね、うん、あとは頭に0をつけてそのまま3桁にしちゃうとか、はい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 、まあ、ちょっと強引なんで、うん、まあちょっとそれは大相談になるのかなとは思うんですけど確かに、はい、帯くんとかもなんか50番つけたかったんだって言っても、ね、うん、なんか最大数つけたかったみたいな、うん、話になるのかな、そしたら99番とか、うん、まあでも帯に関してはまあ今もうあの番号も入れられるから、それ以上に多分変えるっていうのはまあなさそうですけど、まあ外国籍の選手とかもともと大きい番号をつけてたからっていう人は出てきそうですよね、すぐ。そうなんですよね、だから一時期の流行りでね、あの、はい、生まれ年の下2桁とかもありましたからね、一時期、まあ、一時期って言っても10年20年ぐらい前なんですけど、90年代のあたりとかかな、80年代とかね、はい、そうです。なんでちょっと今後ちょっとそういったところ、まあ、あの新しく加入してくる選手とかもいらっしゃると思うんで、うん、ね、今後その選手のオリジナリティが発揮されるといいなと思ってます。来年度のユニフォームの楽しみが一つ増えたってことですよ、はい、皆さんチャンピオンパッチがつきますよね。そうなんですよね来年はゴールドですから、はい、ね、はい、買い求め忘れないように、楽しみ、あの今のうちにねお金貯めてこんな感じで僕は背番号誰にしようかっていうのもあってるんですが、はい、というわけで皆さんご期待くださいということで、ありがとうございます。はい、ありがとう。はい、ユニフォーム小話担当みたいな感じで最近よく来ていただいておりますけれども、2桁っていうところ、0102とかもあるんですかね、ちょっとドカベンカ出てきますけど、それはない、かぶっちゃうからないんじゃないですかね、スコア上に、うんうんうん、さすがにね、99番とかね、セリエみたいだね、カッサーノのイメージ強いですね、うん、僕バロテッリー、あ、そうですね、そうです、あ、そう、濃い人がつけるよね、そうそうロナウジーニョが80番だったとかねイメージ的に覚えてるっていうのも大きいと思いますけどね、あ、まあ、そうかそうかそうか、ちなみに、はい、ちなみに ACL は先行して99番で大丈夫でしたかね、あー、確かに、うん、はい、いかがですかね、結構今日はこれは読み詰まってましたね今日あの、まあ、確実にやったった回ですね出たよ、ドヤなりさんのドヤ出た、はい、これぜひね、あのアーカイブ、はい、あの距離与えできなかったって人とかもきっといると思うので、ぜひあのアーカイブあるよって教えてあげてくださいね、そうそう、 CJ さんのぜひ直接聞いてみていただきたいので、いやこんな話が、ね、聞けます。ていうか今日あれよ、この後12時からワールドカップ試合なのよ。そうですよ、そうね、はい、だからそろそろ仕上げろと。そうなんですよ、あのやることあるよね、はい、あのロスタイム結構あの、ね、十分取ってますよ、もう、はい、そうですよね、はい、わ、はい、かりました。じゃあリスナーの方もね、多分見る方、ね、大勢いらっしゃると思うので、はい、はいはい、それではふっとりこ156回目でした。皆さん、はい、遅くまでお聞きいただきありがとうございました。感想、タレコミなどハッシュタグふっとりこと CDA さんへのリクエストは直接ツイッターの方にお願いいたします。はい、
放送翌日以降にはポッドキャストや YouTube でのアーカイブ配信も行っておりますので、もしよかったらそちらもお聞きください。はい、はい、それでは皆さんさようなら、おやすみなさい。ありがとうございました。また来週。